いやよく靴だとか時計にはお金をかけた方がいいって言うけども本当なのかな。それって店員さんのセールストークじゃないの。でも考えてみれば全てのアイテムに投資することはできないからメリハリの効いた買い物がしたいんだよな。このあたりにはお金をかけて、でもこのあたりはあんまりかけなくていい。このあたりのさじ加減がわからないんだけど誰かわかりやすく教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代50代の大人世代がお金をかけるべき服5000というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。冒頭の小芝居にもあった通りですね、全てのアイテムに投資をできればそれが一番なんですけども、なかなかそうもいかないと思うんですよね。ファッションアイテムって本当に様々で、トップスからアウターがあってボトムスもあって、さらには靴だとかアクセサリーだとか様々なものがありますので、それらを頑張っていちいち投資をしてたらいくら予算があっても足りないんですね。だからこそある程度ですね、メリハリの効いたお金の使い方が大事になってくるかなと思います。特に40代50代の大人世代だとトレンドを追求しながら毎シーズンですね、いろんなアイテムを買い替えていくというよりはですね、ある程度基本となるようなベースのアイテムは揃えておいて、そこにですねほんのりトレンド感のあるものを付け加えていく程度で僕はいいかなと思ってるんですね。じゃあどういったものにお金をかけるべきなのか、どのあたりが抑えでいいのか、このあたりがなかなか分かりづらいかなと思うので、今回の動画では僕自身の体験談を踏まえながらですね、皆さんにお伝えをしていきたいなと思います。実際に僕もですね、一消費者として今まで本当にいろんなものを購入してきました。そして中にはですね、店員さんにこれは一生ものですよと言われて買ったものもあるんですね。そういった一生ものって結構難しくて、自分の長い人生ずっと使えるものはそうそうないかなと思ってるんですね。そのあたりの経験も踏まえながらですね、今回の動画の中でいろんな買い物をしてきたものも引っ張り出しながらですね、皆さんに本音でお伝えができればなと思っていますので、よかったらお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に40代50代の大人世代がお金をかけるべきアイテムについて1点ずつご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1つ目はですね、僕が今着てるようなジャケットですね。僕もですね、ジャケット大好きでこれまでにいろんなものを買ってきましたが、このジャンルに関してはある程度投資をするようにしています。もちろんジャケットというのはですね、ビジネスシーンで主に着るようなものなんですが、一応こうオフでも着ることもできたりするので意外と使える場面は多いかなと思うんですね。ですが最近ですね、ファッションの世界も徐々にカジュアル化が進んでいますので、ビジネスの機会でもスーツを着る機会がだいぶ減ってきてるかなと思うんですね。スーツじゃなくてもセットアップでいいだとか、ジャケットさえ着ておけばいいというような、そういった職場も増えてるかなと思います。僕自身の着こなしもですね、仕事で外に出る際にも割とラフな感じになってきてるんですね。ですのでスーツを着るようなことはそんなに多くはないんですが、だけどもジャケットはちゃんとしたものが1枚あると結構いろんな場面で使えるんですね。バリエーションそんなにたくさんなくていいので、着ていて自信が高まるようなジャケットというのは1枚あると40代50代の世代には非常に使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。もちろんジャケットはユニクロだとか無印良品だとか、そういったコスパ系のショップでも買うことができるんですね。非常にバランスを取れたものを売っています。ただやっぱりある程度ジャケットにはお金をかけた方が着映えするんですよね。安いジャケットと高いジャケットの違いというのが、素材の質感だとか作りの精巧さだとか、デザイン性だとかいろんな項目があるんですが、以前ほどは高いものと安いものの違いが明確ではなくなってきたかなと思うんですね。だからといって全くの違いがないかというとそんなことはなくて、やっぱり作りの丁寧なジャケットだとか、やっぱりある程度高いジャケットというのは T シャツの上にさらりと着ただけでも様になりますし、雰囲気があるんですね。ジャケットそのものが重いというわけではないんですが、重厚感があるというか雰囲気があるんですね。そういったジャケットを1枚持っておいて気軽に羽織れる状況を作った方が自分にも自信が持ちやすいかなと思うので、ジャケットは結構僕はしっかりと投資をするようにしています。とは言っても昔はですね、僕もイタリアブランドとかのジャケットをよく着ていたんですね。そうなると単価が10万円以上のものとかが多かったんですが、そこまで頑張る必要は最近はないかなと思ってまして、今僕が着てるものはスティーブン・アランのジャケットなんですけども、大体ですね、3万円後半から5万円以内で買えるような価格帯でですね、僕はジャケットを選ぶようにしてるんですね。それでもだいぶ頑張ってる方かなと思います。ぜひ皆さんもですね、自分の中での限度の金額はあるかなと思うんですが、ジャケットにおいては、バリエーションをもの
すごくたくさん持っておく必要はないかなと思うんですが、自分にとって必要最低限の枚数ですね、まあ、2、3枚ぐらいあると十分かなと思うんですが、そういったものは丁寧に買い揃えていただいた方が大人世代にはバチッとはまりやすいですし、体型補正効果もあって綺麗めに見えやすい相手なので、ここにはぜひですね皆さん投資をしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のお金をかけた方がいいアイテムなんですが、靴ですね。このジャンルは僕はお金をかけてもいいんじゃないのかなと思います。結構ポジショントーク的になるかなと思うんですが、これは僕自身もいろんな靴を買ってきて実際に感じてることなんですね。ただよく言われるですね、靴にお金をかけた方がいいという時の主題となってくるのは、どちらかというとスニーカーみたいなものではなくて革靴だと思うんですね。このあたりは長く使うし、経年変化も含めてエイジングしていったりだとか雰囲気が出てくるので、しっかり投資をした方がいいというですね主張が多いんですが、僕はそれ間違ってはないかなと思うんですが、体感としては革靴にものすごくお金を使ったとしてもライフスタイルの変化でそんなに使う機会が多くないかなというのがですね正直なところなんですね。まあ、今まで僕も革靴いろんなものを買ってきましたが、手元に残ってるのは実はですねこの辺りのローファーぐらいなもんなんですね。で、僕もですね先ほどスーツあまり着る機会がないというふうにお伝えしましたが、割とちょっとかしこまらなくちゃいけない場面でもセットアップのスタイルだとか、もうジャケパンスタイルみたいなものになってしまうので、そうなるともう本当にシンプルなストレートチップみたいなものはそんなに履かないんですね。もちろん冠婚葬祭になってくるとそういったストレートチップも履くことがあるんですが、そういったものに関してものすごい高価なものを用意しておく必要性は僕は感じていないんですね。年に本当に履いても1回とか2回ぐらいなので、そのあたりにはそこまで投資をすべきだとは個人的には考えていません。一方で今持っているのはローファーですね。このあたりはもちろんですねセットアップだとかジャケパンスタイルにも合いますし、あとはきれいめな私服の時の足元にも使うことができるので、一足だけでもちゃんとしたものは持っておくといいかなと思うんですね。あらゆる革靴の中で割と使う機会が多いものに関してはちゃんとしたものは一足あるといいかなと思っています。ただ革靴においてもまあいろんな有名ブランドがありますよね。僕が今持っているのはですねジョンロブというブランドのもので、これはですねちょっと自分では買うことができないような結構高価なブランドで、人から譲り受けたものなんですね。まあ、こういった本格派のブランド他にもいっぱいあるかなと思います。まあ、そのあたりをですね買うのがすごくいいと言われた時代があります。今でもですねお勧めされている方はいますが、めちゃくちゃ高いんですね。僕が革靴大好きで買っていた時よりも体感としては2割ぐらい高くなっている印象なんですね。ですのでなかなか手が出しづらくなっているので、そこまで超本気で革靴を買うべきかというと、僕はですね、まあ、そんなに無理しすぎなくてもいいかなと思ってるんですね。まあ、それよりも例えばジャランスリワヤだとかバーウィックだとか、このあたりの3万円から4万円ぐらいのレンジのですね革靴ですね、作りも良くてデザインもすごくオーソドックスなもの、複数年使えるものぐらいを買っておけば僕は結構十分なのかなと思います。革靴も本当に1万円台から買えるものが多い中で、3万円から4万円っていうのは結構高いと思うんですね。かといって10万円オーバーの靴に比べれば買いやすいところだと思うので、そのあたりの革靴があれば僕は十分なのかなと思っています。そしてもう一つですね、スニーカーというジャンルがあるんですね。僕はこっちにはですね投資をすべきだなと思ってるんですね。というのも使う頻度で言ったら革靴よりも圧倒的にスニーカーの方がよく使うんですね。僕の場合はもうほとんど1週間のうちに7日間はスニーカーを履くことが多いんですね。僕みたいなジャケットのスタイルにもスニーカー合わせることができます。またちょっとカジュアルな着こなしにも合わせることができるので、万能なですねスニーカーにはある程度投資をした方がいいかなと思ってまして、それこそファストファッションブランドとかでもスニーカー買えますが、足元の靴というのは結構トレンド感というところで言うと長く使えるんですね。例えばニューバランスのスニーカーとかも一度買っておけばかなり長く使えるかなと思います。僕の今持っているのは992というシリーズですが、まあ、この990番台は結構くたびれた感じとか風合いが出てきてからもかっこよかったりしますし、そんなにですね古臭くなることがないので、一回買っておけば長い付き合いができるんじゃないのかなと思います。こういったニューバランスのシンプルなグレー系スニーカーは僕は投資をすべきアイテムだなと思っています。一方でこういった他のスニーカー、最近買ったものなんですが、まあ、ちょっとテック系の
香りのするようなものですね。こういったものもじゃあ10年使えるかって言ったらなかなか難しいかなと思うんですが、旬なスニーカーというものでちょっとこう雰囲気を変えていくっていうのは僕はいいかなと思ってるんですね。特に40代50代の大人の着こなしって基本はベーシックなスタイルが多くなってくるかなと思います。そこの中でちょっとした面白さだとか旬な雰囲気を出すには足元を変えてあげるとすごくいいかなと思うんですね。革靴っていうのは新しい雰囲気のものがしょっちゅう出てくるっていうジャンルじゃないと思うんですよ。一方でスニーカーというのは結構ですね、定期的に旬なものが出てきたりするので、定番のニューバランスもあれば、こういったホカオネオネだとか、あとはサロモンだとか、そういった今旬なスニーカーとかもあったりします。そういったものを加えるだけでだいぶ雰囲気が今っぽくなってくるので、まあ、スニーカーは一足単価としては革靴よりは安いんですけども、旬なものが出てきたらたまにですね買い替える形で新鮮さを出すようにしてるんですね。このような形で靴に関しては結構長く使えるのと、旬な雰囲気も出しやすいスニーカーみたいなものはシンプルな着こなしにおいて一つのアクセントになるので、まあ一定の投資をしてもいいジャンルになってくるかなと思っています。まあ革靴に関しても自分がよく使うものは一足だけでもいいのでちゃんと投資をしておくと結構長い付き合いができるかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、これまたポジショントーク的になりがちなんですが、まあ、バッグですね。これもお金をかけた方がいいジャンルの一つかなと思っています。今回は私物で最近よく使っているものをご紹介しようかなと思って持ってきました。エンダスキーマというブランドのですね、シンプルなレザーのトートバッグになります。これがですね一番よく使っていますかね、最近では。まあサイズ感がちょうどよくて大きすぎないんですね。まあレザートートバッグっていうと僕の中では定番アイテムの一つで、もう15年ぐらいですねずっとと使い続けているジャンルなんですね。とは言っても一つのバッグをずっと使ってるっていうことではないんですよ。僕もですね一生ものだと思ってハイブランドの黒のトートバッグをですね使っていた時期もあります。僕の過去の動画の中でご紹介したのでよかったら発掘していただきたいなと思うんですが、まああれはですね今手元にはありません。なぜかというと物としてはすごく気に入っているんですね。でまだまだ使えるような質感なんですよ。すごくしっかりとしているのでちゃんと手入れをしていれば、まあ、かなり経年変化も含めて長く付き合えるようなアイテムだなと思ったんですが、やっぱりですね長く使っていると何が変わるかっていうとトレンド感だとか、あとは自分の気分の変化ですね。このあたりが変わってくるんですよ。そうなるとサイズがちょっと今には合わないなとか、この革の硬さがちょっと面倒くさいなとか、いろいろとですね長く使っている中で今の自分とフィットしないことが出てくるので結局は使わなくなってしまったんですね。一方でこちらのですねレザートートバッグに関しては、まあ、まずはサイズ感がちょうどよくて大きすぎなくて、だけども13インチの PC もちゃんと入るというですね収納量もあります。で革自体も柔らかくて割とクタッとしてるんですね。でブランドのロゴみたいなものもないんですよ。一応エンダースキーマのですねロゴがですねここにあるんですが、この位置からだとほとんど分かんないと思うんですね。小さくですね型押しされてるだけなので、このブランド主張のないところもいいなと思います。それでいてレザーの質感はすごく良くて、使い込むうちにさらにクタッと感が出てきて、まあ、この風合いも含めてなかなかいいバッグだなと思ってこれを愛用しています。このような形でバッグはすごく重要なんですが、一生ものみたいなものは僕は存在しないなというのをすごく実感しています。先ほどもお伝えしましたが、バリッとちゃんとしたものを買ったんですが、まあ4年くらいは使いましたね。でもっと先も使えるかなとは思ったんですが、ちょっとサイズ的に大きいなとか今の自分のライフスタイルに合わないなっていうのが出てしまうので、まあ一生ものというところは期待しなくてもいいかなと思うんですが、ただバッグというのはそれであっても複数年使えるようなトレンド性をそんなにですね感じさせないアイテムでもあるかなと思うので、ちゃんとしたものは買った方がいいかなと思うんですね。特に40代50代世代だと、まあ、このような小物にしっかりと投資をした方が引き締まるんですよね。服自体がある程度こうファストファッションブランドも入ってるんだけども、足元のスニーカーとか革靴だとか、あとはバッグとかの質ですね、このあたりが良いとそれに引っ張られて着てる服も高く見えたりするので、小物って結構先端に来るしそれなりに目立つものなので、まあ、ここには投資をすべきかなと思います。とは言っても頑張りすぎてブランド物のバッグを買ったりだとか、一生物でエイジングするからといって身の丈に合わないものを買う必要は全くないかなと思うんですね。
まあ個人的には 3,4 年ぐらい使えれば上等だなと思ってますし、5年使えたらもう最高だなと思うわけですね。まあそれぐらいの期間を考えた上で自分の中で許容できる価格帯ですね、このあたりに抑えておくっていうことも大事かなと思うので、バッグは重要だけども一生ものじゃない、3年から5年で使い切るというところを考えた上での価格設定ですね、このあたりを頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、アクセサリーというジャンルですね。ここに関しても一定の投資をしていいのが40代50代の大人世代かなと思います。ただアクセサリーといっても結構ジャンルとしては広いかなと思ってまして、僕の考えるアクセサリーはやっぱり時計ですね。これもですね、実用的なものではあるんですが、まあ正直ですね、スマホあれば時間はわかるので、僕もですね、時計を毎回チェックするというよりは時計してるのにスマホで時間見たりすることもあるわけなので、まあ、実用性というよりは手元にあって一つのアクセント的な要素にもなるというところではアクセサリージャンルに入ってくるかなと思うんですね、まあ、時計もそうですし、あとは指輪ですとか、あとはバングルだとか、まあ、このあたりのアイテムなんかはもちろんアクセサリーに入ってくるかなと思うんですが、このあたりも投資をしておいて間違いのないアイテムかなと思います。まず時計に関しては流行がそんなにですね、色濃く出るものではないんですね、まあもちろんこの時計のサイズ感とかそういったところは結構ですね、ドカーンとでかいものが流行った時期があれば、コンパクトなものが主流になってくる時とかもあったりして、まあ、最近の流れとしてはやや小ぶりのものがですね、多くなってるなという印象はあるんですね。まあ、この辺りのサイズ感みたいなところの微妙な変化はありますが、まあ、大枠のデザインに関してはそんなにですね、流行の変化はないので、まあ、ちゃんとしたものを買っておけば複数年使えるので、僕はですね、投資をする価値があるかなと思います。特に40代50代世代になってくるとアクセサリーをジャラジャラつけてると好印象とは真逆にいくんですね。そう言ってる僕自身がですね、このように時計つけて指輪つけて指輪つけてという形で割と持ってる方向にあるかなと思います。まあバングルもついてますね。ここまでやると絶対好印象にならないので皆さん気をつけていただきたいなと思います。まあ、40代の前半であれば時計にバングル一つぐらいまでであれば全然いいと思うんですが、50代になってですね、これぐらいつけてるとチャラく見えたりするので、それはあまりお勧めしません。なんだったらもう時計一つだけでもいいぐらいかなと思うんですね。なので、まあ、ある程度時計には投資をする価値はあるかなと思うんですね。というのも時計というのは僕の中ではアクセサリージャンルなんだけども、実際は機能的なアイテムなのでアクセサリーをつけてるチャラさみたいなものが出ないんですね。なのでここはしっかりと投資をしてアクセサリー感覚で楽しむのもいいかなと思うんですが、だからといってものすごい高い時計が必要かというとそんなことはないかなと思うんですね。もう時計のですね、ブランドだとか価格でマウントするような時代では僕はないと思ってるので、まあ、自分にとって心地がいいと感じる価格帯、まあ、自分にとってちょっとこう気分が上がるぐらいの価格帯ですね、これはまあ人それぞれかなと思うんですが、まあ、それぐらいの価格帯で自分がアクセサリー感覚で楽しめるものを買ってみるのがいいんじゃないのかなと思っています。僕はですね、自分の本を一番最初に出版したタイミングで記念的に買った時計ですね、これを長く愛用しているので、まあ、ちょっと頑張って買ったものなんですね。これは僕はファッションの専門家なので時計もちゃんとしたものを1個ぐらいはあった方がいいかなということで買ったものなので、まあ例外的だなと思うんですが、やっぱり機械式の高い時計っていろいろと気を使うしメンテナンスにお金もかかるので一般向けでは全然ないと思います。なので無理をして買うものではないかなと思うんですが、まあ、その他にもですね、僕は時計持っていまして今日は持ってきました。例えばアップルウォッチみたいなものも持っています。これもネタとしてですね、あえてこうエルメスのものを購入したんですね、まあ、レザーバンド部分がまさにエルメスのプロダクツになっているんですが、あとの大枠は普通のアップルウォッチと変わらないのでこれも通常版でいいかなと思います。でサイズに関しては大きめとちっちゃめ2タイプあるかなと思うんですが、僕はですね、体型的に小柄なのでちっちゃい方を選んでいます。あまりこうアップルウォッチ自体がでかくドーンと主張があるよりはコンパクトな方が、まあ、今の雰囲気に合うかなということでこういったものをしています。まあ、ガジェット好きの方だとかそういった方にはアップルウォッチを持ってもらうのもいいかなと思うんですね。あと最近購入したものとしてですね、一番ニューなやつがですね、これですね、ロレックスのエクスプローラー1と思わせつつバーグウォッチというブランドのですね、ステンレスの時計になっています。これはですね、まあ、僕の動画の中でも時々ご紹介してるんですが、大人の男性が新しく時計を買う際に5万円以内でというところで言うと、やっぱりバーグウォッチってすごく使いやすいんですね。まあ、クラシックな見た目で様々な着こなしにも合いやすいようなものが非常に多いブランドなので、僕はバーグウォッチすごく好きなブランドなんですね。高感度のセレクトショップの 1LDK とか
そのあたりでも取り扱いがあるので、まあ、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなと思います。あとはですね、ナバルウォッチですね、こちらにあるようなものですね。このあたりの時計なんかもですね、割といろんなファッションにも合いやすいですし、アクセント的に使うには非常にいいかなと思うので、まあ、こういった時計が特におすすめですね。まあ、さらには僕は G-SHOCK ですね、このあたりも外遊びの際にはあると便利なので愛用をしています。これはですね、今年買ったばっかりなんですけども、 N ハリウッドが別注で出している G-SHOCK で、まあ、そのような特別感っていうのもちょっとした高揚感につながったりだとか、アクセサリー感覚で使うにはすごく良かったりするので、非常に気に入っている時計ですね。あえて純正のベルトを外してですね、NATO ベルトに変えてるんですね。そのあたりちょっとカスタマイズもしてるんですが、こんな形で僕は時計を楽しんでいます。なので、まあ、仕事の時にはこちらのですね、機械式の時計をしていますが、意外とオフの時にはもうちょっとラフにできるような、まあ、ある程度雑に扱ってもですね、気にならないぐらいの時計をですね、僕は愛用するようにしてるんですね。なので、まあ、アクセサリー感覚で時計を一つしておくっていうのもすごくいいかなと思います。あとアクセサリーに関しては、僕はですね、あんまりジャラジャラするのは推奨しないので、まあ、せめてバングル1本ぐらいは、まあ、大人世代でもあってもいいかなと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思います。特にですね、買いやすくてなおかつ長く使えるんじゃないかなというところで、テュアレグのですね、こういったアクセサリーですね、これもまたセレクトショップで結構取り扱いがあって、シルバーのアクセサリーなんですが、手彫りで丁寧にですね、作業している作りのいいバングルになってまして、このあたりは経年変化も含めて長く使えるんじゃないのかなと思います。価格もですね、1万円台で買えるので、割とですね、頑張れば買える価格帯で気分も上がるし、ジャケットのスタイルからカジュアルなスタイルまで合いやすいので、テュアレグのアクセサリーなんかは入りやすいんじゃないのかなと思います。まあ、このように時計だとかアクセサリーに関しても投資をした方がいいアイテムかなとは思うんですが、まあ、頑張りすぎる必要もないかなと思うんですね。僕もエルメスのシェーヌ・ダンクルとかにも憧れたりもするんですが、自分のこうライフスタイルを考えると、割とですね、バングルのように腕にしっかりと留まってくれるものの方が楽でいいんですよね。ブレスレットだとやっぱり動きが出るので、その分ですね、ちょっとセクシーな雰囲気になったりだとかおしゃれ感が強くなるんですが、その分ちょっとこう邪魔になることも増えるかなと思うんですが、バングルのこの気軽さといいますか、しっかりと腕にフィットする感じが個人的には好きだったりするので、こういったライフスタイルも含めて僕はバングルを選ぶようにしています。まあ、ぜひ皆さんもですね、時計とかアクセサリー系はシンプルな40代50代の大人の着こなしこそあると便利なんですね。シンプルな着こなしに差をつけてくれるのが小物なので、こういったものにはちゃんと投資をした方が全体の着こなし自体も高見えするかなと思うので、ちょっと背伸びをして高いものを買いすぎる必要はないかなと思うんですが、自分の気分がちょっと上げてくれるような価格帯ですね、こういったものをですね、ぜひトライしてみていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、やっぱり財布ですかね。これもお金をかけていいアイテムの一つかなと思います。僕もですね、財布が好きでいろんなものを買い揃えるんですね。まあ飽き性というか、自分のライフスタイルに合ってないなと感じたらちょくちょく変えてしまうのが財布ではあるんですが、まあ、ちゃんとしたものを持っておいた方が気分も上がるし大人見えするので、財布には投資をしていいんじゃないのかなと個人的には感じています。まあ、最近メインで使っているのがですね、こちらのメゾンマルジェラのですね、財布になります。ハイブランドというところで言うと、僕は服はあんまり買わないんですね。というのもハイブランドの服ってかなりエッジが効いてるので、まあ、その時は良くても数年経ってしまうと結構ですね、使いづらくなったりだとか、まあ、旬が過ぎいたなっていう感じが出やすかったりするので、ハイブランドの服って僕はあまり着ないんですね。一方でお財布だとか、あとはスニーカーとか、そういった小物系は意外とですね、ベーシックで使いやすいものが多かったりするので、割とハイブランドのものもですね、使うようにしてるんですね。まあ、むしろこのあたりぐらいしかハイブランドのものってあんまり僕の中では使うイメージがないので、せめてお財布ぐらいは気に入ったブランドのものを持っておくのもいいんじゃないのかなと思っています。まあ、最近はですね、小型財布に傾倒していた部分もあったんですが、まあ、なんだかんだで大人見えするところで言うと、コンパクトでそこまで邪魔にはならないんだけども、ちゃんとお札入れですね、このあたりも確保してある、これぐらいの財布が個人的には一番いいなというところで落ち着きました。まあ、革の質感もいいし、ちゃんと小銭入れもついていて、お財布としても機能的な部分はしっかりと担保してあります。そしてブランドロゴですね、まあ、これが結構重要になってくるわけなんですが、まあ、どのブランドを使うかっていうのが結構自分の世界観と結びつくところはあるかなと思うんですが、まあ、アルジェラのシンプルなですね、糸止めのこのロゴですね、まあ、このあたりの主張というのが個人的には前に出すぎなくて、なかなかバランスがいいかなと思っているので、僕はマルジェラのですね、お財布を使っています。
まあ、マルジェラ僕も好きなんですけども、お財布かスニーカーしか持ってないんですね。あとは服もいくつか買ったことがあって、 T シャツを買ったりだとかカーディガン買ったりだとか、あとアウターを買ったりしたこともあったんですが、やっぱり服に関しては流行の影響をがっつり受けるんですね。なのでそんなに長くは使えないので、財布とかこの辺りの方が長く使えるんじゃないのかなと思います。あとは小銭入れで言うと、これは結構レザーの質感のいいアエタというブランドのものなんですが、こういったものもベーシックで長く使いやすいんですね。オフでちょっとサクッと出かけるときにはこちらを使うという形で使い分けをしているわけなんですが、このようなレザー系のお財布というのは長く使えるものかなと思うので、投資価値はあると思いますし、そこまで流行は大きく変化しないかなと思うんですね。とは言っても以前は中財布全盛だったと思うんですね。それがコンパクトなお財布になってきたという流れはあるので、やっぱりですね、10年ぐらいの単位で見ると大きな転換期は来るかなと思うんですが、比較的長く使いやすいようなお財布、これはやっぱり大人のたしなみとして、まあ、ちょっといいものを買って気分を上げていくのもいいかなと思うので、まあ、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代50代の大人世代がお金をかけた方がいいアイテム5000というテーマでお届けをさせていただきました。気づけばですね、ほとんど服というよりは小物だったかなと思います。まあ、一番最初にご紹介したジャケットですね、このあたりに関しては一応服というジャンルに入ってくるかなと思います。まあ、服の中でもジャケットみたいなものですね、ジャケットとかスーツみたいなビジネスを想定したようなきれいめなアイテムというのはそこまでですね頻繁に流行が変わるということはないので、一着買えば長く使えるジャンルに入ってくるかなと思います。それ以外は割とですね流行の煽りは受けやすいかなと思ってるんですね。なので僕の中ではそんなに思いっきりお金をかけるということはないかなというふうに感じています。まあ、先ほどもちょっと触れましたが、 T シャツとかアウターとかもちょっと良いものをですねハイブランドのものを買ったことはあるんですね。気合い入れて買ってすごく気に入ってはいるんですが、やっぱり流行の煽りは絶対に受けるので、まあ2年ぐらいでもう着なくなってしまうものが多かったんですね。そして服っていうのは着ているとですねやっぱりくたびれてくるもんなんですね。なのでそういったところで清潔感みたいなものも出なくなってしまうので、ハイブランドで高い T シャツを買ったからといって10年着れるかというとまあなかなか難しかったですので、そういった T シャツだとか服に関してはですねそんなに頑張ってすごい高いものを買う必要は僕はないんじゃないのかなと思っています。あとはボトムスなんかもそうですね、僕もですねいろんなボトムス持っていますが、しっかりとしたものは買うようにしてるんですけども、意外と高すぎるボトムスって買わないんですね。というのも普段人と出会う時にもですね上半身の方には意識が向くんですが、ボトムスを真剣に眺めることってそんなに多くはないので、そのボトムスに対してものすごく投資をするというよりは割とですね上半身のジャケットだとかアウターだとかこのあたりには投資をしてもいいかなと思うんですけども、ボトムスとかあと内側に着るですねインナーの T シャツだとかそのあたりは結構価格帯を抑えてですね購入することが多いかなと思います。そこに高すぎるものを買ったとしてもまずはそこまで注目度がなかったりだとか、あとはトレンドの流れで雰囲気が変わってしまったりするので、僕はそのあたりはそこまで投資をすることがないんですね。ボトムスのシルエットも結構トレンドによって細いものが太くなったりかと思えばレギュラーぐらいの方が旬になったりだとか、意外とボトムスってシルエット変わったりするので、そのあたりも高すぎるものはあんまり買わないようにしています。で、全てに対して言えることなんですが、お金をかけるべきアイテムもあるんですけども、かといって頑張りすぎちゃうのもちょっとどうかなと思っているところがあって、一生ものだとか一長羅だと思って買ってしまうと結局5年ぐらいで気分が変わったりとかライフスタイルが変わってしまって使わないことも多かったりするので、自分の気分の上がる価格帯でなおかつ5年ぐらいを見越した価格帯ぐらいですね、それぐらいに抑えておくのが僕はいいんじゃないのかなと思っています。まあ、一方でその5年を超えても使えそうなアイテムで言うと、ちょっと頑張った時計だとかあとは革靴だとかこのあたりに関しては、まあ、比較的5年を超えても使えるかなと思うので、まあ、10年先ぐらいを見越して使い続けられるイメージが湧くものに関しては投資をするのもいいんじゃないのかなと思うので、よかったら頭の片隅に置いていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと通向けの専門ブランドに関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。
週に2本のオリジナル動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日お届けをしています。僕もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はですねこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。